エジプト第12王朝の第5代ファラオ。中央国時代最盛期の王。マネトの記述によればその身長は4キュービット3パーム2フィンガーで、換算すると2メートル以上の堂々たる体育だったという。不セ戦セレト2世はその治世中、各州を治める宗公たちに寛容な政策を行い、歩み寄る姿勢を見せていた。だが、その結果、息子である、 セムセルと三世が即位したとき、修たちの権力は再び王権を脅かすようになっていた。彼はこれに対抗して新たな国家制度の構築を試みた。全国道北、南、最南の三つに分割し、それぞれに交換会議を設置して修行の統制を図った。その結果、修行の権力を大幅に抑えることに成功し、内政の安定化が実現した。 内部の脅威が取り除かれた後、センセレット三水は対外政策に力を入れるようになる。新たな交易ルートを開拓し、資源の採掘地を確保するためのヌビア遠征が断続的に行われた。その一環として第一球端に掘られていた運河の拡張工事も行っている。遠征はいずれも成功を収め、センセレット三水は 歴代の王たちの誰よりも広大な領土を獲得し、国境線を押し広げた王となった。遠征で得られた富の多くは、国内の建築事業に充てられた。カルナックの北にあるメガムードにメンチュ神に捧げる大神殿を建立した。そして、ダハシュールに建造された王のピラミッドは、底辺が107メートルという、大十二王朝で最大規模のものである。の後半には、 息子のアメイエムハト三世が共同統治者に任命され、父の死後に後を継いだ。ありがとうございます。